受験生のメンタルを全回復する二人組。ツイッターで受験生向けのメッセージを更新、中学生向けの本も出しているよ。草にまろ。どうも、草にまろ理系担当弁当と。どうも、草にまろ文系担当ひよとうです。はい、ということで、今日ちょっとごめんなさい。編集がかなり軽めだと思うんですけど、二次試験当日、こんな感じです。ということで、当日のイメージ掴んでいただこうかなという動画ですね。まあ、共通テストとはやっぱちょっと雰囲気が違うよねっていうことで、うん、違いを知った上で、そう、あ、こういう感じかっていうね、ひよとうは結構びっくりしたんですよね。あ、全然共通テスト、私立も違うわって思ったんで、うんうん、まあ、こんな雰囲気ですよってことを紹介していこうかなというふうに思います。はい。どうやった？まずじゃあ、弁当くんさ、緊張はどうだった？まあ、私立はさ、うん、まあ、同社受けて、まあ、そこで受かってるっていうのはあると思うねんけども。うん、いや、どうだった緊張。まあ、さすがに私立の滑り止めよりは緊張したかな。けど、普通の共通テストの模試とかのこと考えたら、共通テストの模試よりは緊張せんかったかもしれん。え、じゃあ、まあ、俺らセンター大学からさ、まあ、センターが一番緊張するやん。うん、センター100足したら、何本二次試験は。15とか。いや、そんなに緊張せんかった。全然、いや、どうやったかな、いや、緊張せんかったと思うけどね。え、なんでそれはさ、もう、どうでもよかった。うん、もう、最悪落ちてもええわっていう感じだったから。いや、わからん。なんか、なんやろな。センター試験、え、なんでやろな。センター試験が緊張しすぎただけで、割と通常運転だったっていうイメージかな。あー、なるほどね。俺は逆に、緊張で言ったら、まあ、A 判定やったっていうのもあって、余裕はあってんけど、やっぱ勢いもあったから。うんうんうん、そういう意味で、センターが100やとすると、周り友達おらんかったからさ、二次試験は。うんうん、センターってやっぱ高校ごとに受けるじゃないですか。そこは、まず二次試験違うねんけども、うん、周り友達いないよっていうことで、そこで緊張して、センター100やとしたら二次試験が65か70ぐらいかな。ああ、まあまあ、出そうかもな、そんぐらいが。そう。まあ結構緊張、そこそこしたかな。まあセンターよりはマシだよね、ぐらいかな。センター試験と比べて、もう、めっちゃ、いつも通りというか、その、悪い意味でもいい意味でも、もう期末テストとかと、うん、どっちかというと近い共通テストとかセンター試験とかよりは緩い感じでなんか淡々と進んでいく感じがめっちゃ緊張しすぎてるっていう人はだからそんな緊張しなくていいかなって思うけどな。うん、まあそうだね。うん、なんか教授の雰囲気とかはどうやった？弁当自身はセンターの会場は国公立だったか、それとも私立だった？国公立だったかな。あ、じゃあ国公立、国公立、あんま広大も国立だからさ、うん、じゃああんま雰囲気はあんま変わらんかった、その雰囲気、教室の雰囲気であったりとか、あ、周りの雰囲気。あ、でも細かいことで言ったら、確か広島大学の前期の試験会場は机が斜めってたみたいな、もうほんまに細かいことなんやけど、で、はいはいはい、そう、大学ってまあ机がこうなんか 2,3 度傾いてるんですけど、だからこの鉛筆とかをこの縦に置いとかないと転がっていくみたいなのがあるんですけど、うん、なんかセンター試験の時は真っ平らな机だったのよ、うん、そうそうそう、まあ、みたいな違いがあるだけで、これはでも正直もう会場によるし、会場というかその大学の中でもどの教室に当てがわれるかによるから、ちょっと何とも言えんな、これは。なるほどね、うん、みんなの周りは結構ピリピリしとった、女子大は。あ、そういうこと、ピリピリか。あ、でもまあしてたんちゃう、それはまあセンター試験の時よりは会話数もやっぱ少ない、もう友達もいない状態なんで、まあ本当に一人でっていう感じではあったかな、まあね、俺もそうやな。俺まあ学部が受けたんがちょっと特殊やったからさ、うん、まあ、だからみんなに僕の受けた大学は言ってないんですけども、うん、周りが女の子ばっかりだったよね、うん、この弁当にはよく言ってるけどさ、その俺おったら周りみんな女の子で、なんかもう五目並べやって、五目並べじゃない、オセロやったらひっくり返ってるっていう、うん、そうそうそう、はいはい、みんな黒とかって俺も黒なっちゃうぐらいになんかアウェー感がすごくて、うん、性別がどうこうじゃなくて、まあもちろんセンターは大親友が横におったっていうのもでかかったりしてんけど、うん、アウェー感でちょっとプレッシャーで本番やられちゃったな感はあったな。あ、例えば共通テストって俺友達とよかった、私友達とよかったっていう多いと思うけども、うん、緊張は確かに変ねんけども、アウェー度は上がると思う。だってみんなさ、うん、リアルな直接的なライバルじゃん、こいつら周りを蹴落とし合ったら勝ちっていう、まあそんなさ、すごいなんか規制を上げるとかって自分が落ちるかやめた方がいいねんけども、そう、直接的なライバルやから、そこのね独特なピリピリ感っていうのはねあると思うんで、そこはやっぱ覚悟、どう覚悟したらいいって、まあ、知っておくことだけでちょっと予防にはなるかなと思うんで、うん、独特な緊張感はあるよとは覚えておいてほしいかな。そうね、やっぱセンター試験共通テストとは違う意味で緊張するところが多いんで、逆に共通テストより緊張しちゃうぜみたいな人も、例えばまあ共通テストって模試で何回も離れしてるけど、もうこのなんか例えば広島大学の前期試験ってなったら、別に冠模試、オープン模試なんかもそのまあ 1,2 回とかじゃないですか、せいぜい受けててもその大学に関しては。はい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 、なんで、まあ、あとまあ全然雰囲気
囲気も違うし、まあ、っていう意味では変な環境でリズムを崩されるみたいなことはあるのかなっていうふうにも思いますけどね。まあ、そんな気をしなくていいと思いますけど。俺なんかあまりに追い詰められてなんか女性専用車両に間違えて入っちゃったみたいな感じだったもん女の子多すぎてああまあまあそうねそう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 っていうのはあったな、うん、そう。あとどうやった他なんか違うとかあった？特筆して違うかったな、いやそんな なんか休み時間の長さが違うよとかさ。まあちょっとそこまで覚えてないな正直、休み時間とか。まあでもそのやっぱセンター試験共通テストよりは顔のチェックとかの時間とかもさらっといく感じだし、その間の、まあ、だから多分体感的に覚えてる範囲で言ったら休憩時間は短かったような、休憩時間とかこの間延びしてる時間が少なかったかなっていうふうには思いますかね。っていう意味で言うと普段の模試にそこはより近いというか共通テストよりも。この弁当に結構そこ100度いいで、うん、うん、結構休み時間は短かったかなっていう思う。うんうんうん、なんかまあセンターとか共通テストでさ直前に覚え直しとかできるけども、二次試験はもちろんできる大学もあるかもしれんけども、うちの党の大学ではあまりそんなイメージはなかったかな。なんかパーって英単語ちょっと見るぐらいの時間ぐらいしかなかったかなとは思いますね。うんうんうん、まあって感じですかね。まああとなんか超余談ですけど、僕広島大学結構余裕だろうと思って半分なえた状態で、まあ、受験しに行ったんですよ。まあまああの、うん、僕のね、え D 判定やろ、 D 判定なんだけど、まあその時ちょっと情弱すぎたんで、うん、D 判定は余裕だと思ってたんですよで なんだろうなこの医学部目指してて、で、まあ、阪大か神戸かぐらい次行けたらいいかなみたいなこの志望のつけ方 で急に広大行くってなると違いすぎて、今まで目指してたものと、うん、で周りの人も別に広大なんて目指さないんですよ僕らの高校って。まあ、目指すんだけど、広大目指すぞって別になんかその大々的に公言もしないし、で数学なんかもこの難関大突破クラスみたいなところに入れられてて、なんか僕だけ広大志望みたいな、なんかそんな中で、まあ行ったんですよ広島大学 の受験に。でも案外なんかみんなこの賢そうな面構えじゃないけど、なんかわかりますかね、賢そうな雰囲気をなんかまとってて、なんか安心したっていうのがあるんで、はいはい、まあ、なるほどね、うん、僕が行くにふさわしい大学ってなったってことな。まあなんかそこまで言うとちょっと横柄すぎるんやけどそうそうそう、それはわかる。やっぱ二次試験で直接的なライバルになるから、うんうん、めっちゃ賢そうに見える、うん、って思う。まあ、普通のとは後期試験まで行ったから、後期試験で面接なんてマジで超絶、ね、独特な雰囲気。うん、後期試験分からんけど多分浪人多かったんかなと思って、結構スーツの人とか、多かったな。もう絶対明らかに上やなっていう年の人がいたりとか、うんうん、そうそうそう、独特な雰囲気やったなって思うから、うん、特に。だから、まあ、普通のとからじゃもうまとめちゃうと、はい、まあ結構独特な雰囲気ですよっていう。なんか緊張は若干、まあ緊張する人もおると思うで、緊張は、さすがにセンターとか共同ですとかします。それでやっぱ独特な雰囲気、なんでかって言ったらそれはやっぱ周りがみんなライバルだからね、直接的にはね、っていうのがあるからやっぱ緊張しますよっていう感じかな。あと休み時間は若干短めのとこが多いかな。でだからそれ相応の、ね、休み時間あの共通テストみたいにしっかりあるよって思わない方が、あれあれあれってそこでねバランス崩しちゃったらダメなんでっていうぐらいかな、押さえておいたらいいのは。うん、まあ、だからもう結論、そんなね構えすぎずっていうのがまあ僕から伝えたい結論ですね。もうなんか二次試験当日ね気をつけるべきこととかはまたあの追って動画出していきますので、笠にまろのね動画更新お待ちいただければと思います。だよね。あとごめん、最後あの来る行く時間とかはもう共通ですと同じで、大体まあ1時間ちょい前ぐらいに行っといたらいいかなとは思います。はい、これかな。はい、はい、じゃあ終わりましょう。終わりましょう。バイバーイ。今まで頑張ってきた時間が宇宙より大きく咲き誇る。